オースティン・リチャード・デイビスは、アメリカ合衆国アリゾナ州マリコパ軍、スコッツデール出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のボストン・レッドソックス所属。2014年の MLB ドラフト12巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・フィリーズで、プロデビュー。 14試合に登板して1勝1敗3セーブ、防御率2.59、27奪三振を記録した。2015年は、A 級、レイクウッド、ブルークローズでプレーし、33試合に登板して5勝6敗、防御率3.76、81奪三振を記録した。2016年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズ、A 級、レイクウッド、 a 級クリアウォータースレッシャーズでプレイし、3球団合計で20試合に登板して1勝1敗、2セーブ、防御率2.51、39奪三振を記録した。2017年は、a 級クリアウォーターと a a レディングファイティンフィールズでプレイし、2球団合計で42試合に登板して6勝2敗、2セーブ、防御率2.60、75奪三振を記録した。 2018年は開幕を AQ レディングで迎えた。トリプル AQ リーハイバレーアイアンピックスを経て6月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし20日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは32試合に登板して1勝2敗、防御率4.15、38奪三振を記録した。 2019年は14試合に登板して、防御率6.53、24奪三振を記録した。2020年8月21日に DF となった。2020年8月26日に後日、発表選手と金銭とのトレードで、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。2021年7月30日に、マイケル・チェイビスとのトレードで、ボストン・レッドソックスへ移籍した。 コーシームは平均93.1マイルパーアワーを計測し、変化球ではスライダーとチェンジアップを投げる。ありがとうございます。